こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。もしかして、この懐かしい起動画面は。起動画面の音楽もな。プレステ2。これも、HDMI で出力してるぜ。今回は、リッチレーサー5でもやるの？いや、ウプ主は、永瀬玲子以外やらんだろう。ほな、何するん？出たぞ。ん？おお、バーチャファイター4やん。ウプ主が、メモリーカードをなくしてな。それで、システムファイル作成画面なのね。当時は、小さい 8MB のメモリーカードがいっぱいあったぜ。あれって、絶対なくすよね。プレステ2本体に挿してあるの以外見つからなかったぜ。そうよねー。やっと、オープニングが始まるぞ。なんか、いっぱい増えてるわ。あ、思い出した。ここ、ウプ主大好き、バーチャファイター3だけでないのよね。まあ、いろんな大人の意地や事情があるんだろう。ムービーのキャラクターが濃いわ。グラフィックがバーチャファイター3に比べると進化してるわね。取り消すとプレステ2の性能の違いか。はたまた、アーケード基盤の、モデル3と、ナオミ2基盤との違いかな。ウプ主も、バーチャファイター3大好き。なんて言いながら、バーチャファイター4やってたのね。でも、アンジュレーションがなくなったのと。グラフィックは、バーチャファイター3の方が好きらしいぜ。ウプ主らしいわね。それと、アーケードで稼働した時は、ウプ主、VF ネットにハマって、カードと小銭を握りしめて、平線に行きまくったぜ。確かに、VF ネットは画期的だったわね。なので、平線で負けまくって、燃え尽きたのか。ウプ主、プレステ2版には、あまり思い入れがないんだな。でも、バーチャファイター4エボリューションは持ってるわね。いっか、動画にするが、あれは、なんちゃって VF ネット遊びが家でできるからな。ほんと、なんちゃって、だけど意外と面白いわ。まあな、それに、ウプ主も仕事が忙しくなったしな。このオープニングムービーもよく出ているが、音楽も含め、ウプ主はバーチャファイター3が好きだぜ。ちょっと、頑張りすぎて空回り気味かな？そうだな、そうも言えるな。ま、バーチャファイター3がちょうどいいんだな。ウプ主的にはね、そろそろ、てか、やっと終わりだな。ちょい、長すぎかな？ VF ネットで盛り上がっているゲーセンじゃ、誰も見ないがな。プレゼンテッドバイセガになるのね。ここも、クリエイテッドバイ AM2 になってる。ここも増えてるな。ああ、このローディングの文字のデザイン覚えているわ。てか、プレステ2ってこんなにローディング長かった？外付けハードディスクなしじゃ、こんなもんか。やっと、出た。ランキングは出ないのね。ゲーセンでも、出なかったかな？長いってー。ウプ主が、スタートボタンを押さずに見てるんだ。ウプ主、やっと押した。ああ、このロゴな。また、ローディング入る。はい、セレクト画面出ました。ウプ主、最近バーチャファイター3はやってるが、バーチャファイター4なんて、30年くらいやっていないから。何回かやれば、クリアできるんだろうが。念のため、難易度は、ベリーイージーに変更したぜ。ウプ主、それでもデュラルに負けるだろうね。そうだなぁ、ウプ主、自信なさげだなぁ。いちいち、めんどくさいわね。まあ、そうだな。アーケードモードをしたいだけなんだがな。やっと、入った。いきなり、新キャラのベネッサが出たが。課題から、出るのね。当然、ウプ主は、パイしか動かせない。パイを選択。また、長いローディングね。せや。慣れてきたわ。始まり、始まり。ウプ主の考えだが、バーチャファイター4のパイは、バーチャファイター3に比べ、ブスになってないか？ま、ウプ主の好みと違うみたいだけど、最初から作り直した結果こうなったと。ま、いいけどな。それと、イオンステージは柵に囲まれた平面だな。
イオンステージだけじゃなくて、全部アンジュレーションなしの。平面に戻ったけどね。そうなんだよな、ステージが面白くないぜ。そう思うのは、うち虫を含め、少数派だったんだろうね。どうでもいいんだ、寒そうだぜ。足元が冷たそうね。相変わらず、ウプ主の戦い方は同じだな。リプレイ。で、勝ちでリフトポーズは、まあいいとして。あなたって全然変わってないのね。違うかな？と、ウプ主、調べたんだが、バーチャファイター3から、5のファイナルショーダウンまで一緒の蓋なんだ。へぇ、バーチャファイター3の方が可愛く聞こえるね。そうなんだ、ウプ主も可愛く聞こえたんだがな。この、バーチャファイター4の、レイペイステージの、BGM、なぜか頭に残っているわ。最初は、なんや？このトリッキーな防具は？と思ったが、e スポーツになっても、意外と倍で勝てるぜ。ウプ主の、得意なキャラってわけね。なんでかな？未だによくわからんが。ウプ主、全然緊張しないぜ。あなたには空腹が足りないわ。あなたには空腹が足りないわ。やっぱり、バーチャファイター3のパイがいいぜ。パイステージね。魚泳いでるのよね。そのせいかどうか知らんが、ニーピーパイの衣装は金魚みたいだ。ウプ主、パイの衣装も、バーチャファイター3が好きだぜ。ウプ主、ほんと、バーチャファイター3が好きね。特に、バーチャファイター3の、ニーピーパイの、攻めた衣装が好きだぜ。好きね。それと、なぜか、特にパイの被り物なんか。バーチャファイター3では衝撃ですぐ取れて、下に落ちていたが。この、バーチャファイター4で、絶対取れないよな。ピンで髪の毛にガッチガチに留めてたりして。アーケード版でも、取れなかったかな？10年早かったわね。あら、アキラ以外でも、この勝ちゼリフ言うのね。忘れてたな。お、影ね。飛んでくる。ここはリングアウトがあるぞ。ウプ主、蹴った。ダウン攻撃しねえ。ま、ベリージーでステージ4だから避けないな。まあ、今回はコンティニューマジでクリアが目的だから存分にやってくれ。ウプ主、途中で負けたりして。ウプ主、本当に久々のプレイだから、わからんだな。ベリージーも、だんだん強くなるからね。あ、影、リングアウトした。あなたって全然変わっていないのね。ちょっと、偉そうな勝ちゼリフ。ジェフリーステージね。下駄履きの水上飛行機のプロペラが回っているぜ。相手は難易度に関係なくジェフリーだ。大得意なキャラだから勝てるだろう。安心して見ていましょう。勝った。また、勝つだろう。おいおい、大丈夫か？あれ？ウプ主、一本取られたやん。ウプ主、油断しすぎだ。今度は絶対勝つよ。コンティニューなしよ。勝ったけど、余裕って感じじゃないわ。勝ったからいいとしよう。あなたには空腹が足りないわ。足りないのは、ウプ主。次、ベネッサね。女性の新キャラで、最初は
強くて、どうしたらいいのかわからなかったぜ。もう、見た目からして強そうだったもんね。どんな技を使うのか、いまいちわからんかったし。とりあえず、一本取った。意外と簡単に勝ったな。ま、うぶ主、超苦手な女性キャラの、さらとどっちが強いんだろうね。強さは、プレイヤーの腕にもよるがな。プレイヤーの腕ステージ難易度に関係なく。今でも、うぶ主は、ダントツでサラが超絶苦手だぜ。うぶ主が、そう言ってはばからないもんね。ジャッキーより、苦手みたいだぜ。10年早かったわね。あ、うぶ主、ベネッサに勝ったね。お、次は。これも、うぶ主、苦手のラウネ。よりイージー設定でも、ステージ7なんて、もう強いだろうな。うぶ主、今度こそ負けるんじゃない？リングアウトのあるステージだし、押し出されるか？一本取ったわ。やっぱり、アンジュレーションがあって。リングアウトさせられまくる、バーチャファイター3のステージが懐かしいぜ。まあね、あそこは、いろいろ遊べるもんね。やられてる？やり返す？おっと、いかにもランの動きだぜ。勝てたわ。全然変わっていないのね。お父様に、あなたって言うなよ。ラウの次はジャッキーってきついわ。この、BGM も覚えてるわ。なんか、ジャッキーの衣装は微妙ね。そうや、ヘリコプターがロボシーンや。あの、ジョイスティックマーク、あったわ。やっぱり、よりイージー設定でも、ジャッキーは強いな。それに、ステージ8だからな。そういや、バーチャファイター3は、ステージ8に、ボーナスステージだったわよね。そうだぜ、だから、対戦しないキャラもいたぜ。バーチャファイター4は、全員と対戦させられるぜ。じゃ、新キャラ2人とで、全部で13ステージね。13ステージ目は、ファイナルステージって同期だがな。その後、ボーナスステージね、振動。対戦者、VS ネットで、みんな対戦やってたから。コンピューターとボーナスステージまでやってる人、見たことないな。そうよねー、あ、うぶ主かった。あなたには空腹が足りないわ。コンティニューしなくて済んだな。あー、いかにも、青いステージと音楽ね。バーチャファイター3の髪型のヘルメット感がなくなったな。まあ、ステージ中だが、勝てるんじゃないか？相変わらず、うぶ主の攻撃、ワンパターンね。この、聞き覚えのある BGM、意外とノリノリだな。そうね、かっこいいわね。リッチレーサーに使えそうだぜ。あー、はいはい、使えそうねー。あー、リッチレーサー8、出ないのかよ。まあまあ、落ち着いて。そういや、葵もバーチャファイター4になると、めちゃくちゃ強いやつが結構いたなぁ。うぶ主は、ファイなんて、負けるとカッコ悪かったのね。そうなんだ、ダミを見て、強そうな葵には入らなかったぜ。10年早かったわね。ここでは、勝った。はいはい、旬ステージね。やっぱり、水の上なんだぜ。うるせえ。お年寄りには優しくしなさい。ああ、やっぱり、水の上で揺れるイカダやコブネがいいぜ。そう思えば、バーチャファイター3の、旬ステージは凝ってたわね。凝りまくりだぜ。外だったから、円形も綺麗だったな。リングアウトも面白かったよね。
そうだな、このバーチャファイターゾーンは、そういう遊び心というか面白さが薄いな。代わりに、DS ネットで盛り上がったけどね。まあなあ、強いカードにして、安置きで売ってるやついたな。ああ、いたいた。勝ったー。まだ、ステージ中だけど。あなたって全然変わっていないのね。うぷ主、だいぶ疲れてるぜ。VF ネットのロゴ入りリングね。もう、典型的なウルフステージやな。うぷ主、ウルフは得意なのよね。そうなんだが、さすがにステージ11となら、勝ったるいぜ。ああ、まだこいつ残ってたんだって感じだな。ベリーイージー設定でも、エッセレント勝ちしたわよ。あと、何回勝たなあかんのやこの試合を入れて、最低で7試合かな。ダミー、それに、あと誰が残ってんねん。まだ、誰と戦っていないか考えるのダミーは。負けたら、最初から、やり直すのか。おお、連続エクセレント勝ち。10年早かったわね。うぷ主、死にかけてるぞ。次は誰が出てきても良さそうなステージね。け、サラが腕組みして待ってるやん。すごい演出ね。それに、うぷ主が苦手なキャラが、ステージ中によ。うぷ主、ジャッキーより苦手だぜ。で、またこんな荒涼としたステージでな。地下鉄が走っていたのが懐かしいぜ。言えてる。さすがに、うぷ主、負けそうよ。ああ、ドロー。なかなか見れないな、それに面白い演出だぜ。ドローは、リプレイないんだね。私も知らなかったぜ。うぷ主、勝ったわ。ドローが良かったのか？あなたって全然変わっていないのね。もう、次は、アキラだけよね。ステージ13だぞ。ああ、アキラっぽいわ。表記は、ファイナルステージだが、13ステージ目。うぷ主、意外と難易度に関係なく、アキラは得意なのよね。例年、大技さえ食らわなければ、きつく攻められるんだ。サラや、ジャッキーよりはるかに勝てまくるぜ。おお、エクセレント勝ち。な、そうだろ？安心して見てられるわね。まあ、うぷ主、勝ってくれるだろう。2本目の方が、多少反撃しすぎるわね。やっぱり、うぷ主、勝ったわね。内心、ホッとしているぜ。ったわね、13ステージ、戦ったぜ。次、ジュラルで14ステージ目よ。ボーナスステージって表記だろうな。最近っぽい演出とステージだな。こんなんだった？僕主のめちゃ、見えへんだな。こんなん、見えへんしか出せんわ。てか、試合にならんわ。僕主、ボッコボコやん。そりゃ、負けるわよね。ここまでコンティニューなしでしたのに。ジュラルで負けるのか？あ、当たった。避けられた。ガードしているかどうかも、見えないぜ。上のゲージで判断するしかないな。金属音はする。うぷ主、勝ったみたいね。偶然だろうな。さあ、最後の一本よ。当てた。避けられる。決して当てる。うぷ主、目が慣れたか？めっちゃ、食らった。あかんなー。蹴ってる、蹴ってる。また、食らう。ガードされるも、蹴って。勝ったわ。数字で言う、ステージ14をクリアだぜ。あなたって全然変わっていないのね。
ブラックアウト、でエンディングね。バーチャファイター4のエンディングって、こんなんだった？なんか、フォントがしょぼいわ。フォープレイステーション2なんて出てるけど。いやー、多分、ウプ主もゲーセンじゃ見たことないんじゃないかな。対戦中にも言ったが、当時ゲーセンじゃ。VF ネットで、みんな、入れ替わり立ち替わり対戦ばっかりやってたからな。なので、エンディングが流れる暇なんか、なかったんじゃないか？だから、ウプ主も、ゲーセンでのエンディングの記憶がないのね。そうだろうな。コンピューター相手に、一人でしようと思っても、すぐ乱入されちゃったしね。ウプ主の言ってた、セガワールドなんか。状態を向かい合わせず、一つだけ置いて。ちょっとだけ、周囲と隔絶された場所に。練習専用台、なんてのが設置されてたくらいだからな。あの当時のゲーセンは楽しかったよね。もう、タバコの煙で煙って、強いカードのプレイヤーが筐体に座ったら、後ろや、反対側にギャラリーが立ってたもんな。それが、今や、クレーンゲームとプリクラばっかりよ。悲しいぜ。そういや、最近ウプ主大好き、バーチャファイター3が、ゲーセンで対戦できるんだろ？そうらしいわね。ウプ主は、ストリキャスでできれば十分なんで、あんまり興味ないんだが。一回くらいはやっとかなー、と、店舗検索で設置店舗に行ったぜ。行ったら、ウプ主が小さい頃からあるゲーセンで。今や、クレーンゲームプリクラ専門みたいになっているが。3階が、ビデオゲームコーナー、なんて書いてあるんで、上がってみたが。鉄拳はあったが、バーチャファイター3はなくて、もう出ようと歩いていると。プリクラコーナーに迷い込んで、後ろから店員に。プリクラコーナーは、男性一人で入るのは禁止って注意されたぜ。ああ、なんか今っぽいよね。それに、出演室まで作ってあったぜ。なんて言ってる間に、終わったわよ。終わったな。ご挨拶ついでに、1分ちょっと、いいか？はいはい、どうせあれ、流したいんでしょ？はいはい、あの子は特別です。わかったっちゅうに。我々は鼻からおまけです。もう、流れてるやん。お星様の引っ立て役 B です。バーチャファイター3、押しときなさい。やっぱり、バーチャファイター3は、押しのゲームだぜ。はいはい、わかった、わかった。やっぱり、このオープニングは最高だな。バーチャファイター4、やった後でも？いやいや、余計に思ったぜ。わかったわ、もう、そろそろご挨拶にしましょう。ああ、それと最後の、コンティニューゲームオーバー画面は、今回のバーチャファイター4のだぜ。そうなのね、ま、見たらわかるでしょう。ほんまはバーチャファイター3と、おぉ、両方入れようと、動画も準備したんだがな。はいはい、もうわかったから。はいはい、あの子は特別です。歌はもうええっちゅうに。今回の動画はこれで終わりです。それでは、最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。まだ戦える？戦えるわ！ゲームオーバー。